アンドレ・グレイは、イングランド・ウルバー・ハンプトン出身のサッカー選手。ワトホード FC 所属。ポジションは FW。シュルーズベリータウン FC の下部組織出身。2009年にトップチームに昇格するが、すぐに、レンタル遺跡で放出された。2010年にヒンクリー・ユナイテッド FC に、レンタル遺跡すると、29得点を挙げて、FW としての才能が開化。 ルートンタウン FC やブレントホード FC でもストライカーとして活躍した。2015年8月21日チャンピオンシップへ降格したバーンリー FC に完全一席。サムボークスとコンビを組んで主力として活躍し、リーグ優勝及びプレミアリーグ昇格に貢献。自身は23得点を記録しリーグ得点王に輝いた。 2017年8月9日、ワトホード FC へ移籍することが発表された5年契約で移籍金はクラブ史上最高額となっている。2012年から2014年までイングランド代表の C チームに招集され6試合で2得点を記録した。2021年3月、ジャマイカ代表に選出された3月25日のアメリカ代表戦で 代表初出場を果たした。ありがとうございます。